みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回の動画では、こちら、ドレッドノートサイズのアコギと、トリプルサイズのアコギと、あと、この僕の後ろにある、ミニギターと呼ばれるかなり小ぶりなギターの3本を弾き比べて遊んでみようかなと思います。というのも、なんでこの動画を作ろうと思ったかといいますと、結構よくいただく質問として、アコギの特徴とか選び方とか、なんか種類とか教えてくださいという話がすごく多いんですよ。で、僕はそのアコギのキャラクターを位置づけるものとして、材質とか形状とかももちろんあるんですけれども、大きさがまず一番大きなファクターだと思っているので、この動画の中でその大きさがもたらす効果みたいなのを皆様にご紹介させていただこうかなと思います。で、まあ、前回の以前のエレキギターのときみたいな感じで、ブラインドテストとかもして、ね、遊んでみようかなと思いますので、興味がありましたらご覧くださいませという感じです。ではでは、またまたギターを紹介させていただきます。こちらは、高峰の TS600 というアコギです。まあ、いわゆる6万円定価の普通のアコギという感じですね。ピックアップは後付けしてあるんですけれども、エレアコ仕様になっていない普通のアコギという感じです。ドレッドノートサイズという言い方をするんですけれども、かなり大ぶりなんですよ。ちょっとこの、ね、色で、ね、あんまりこの違いがわからないかもしれないんですけれども、この横に並べてみたりとかすると、なんかここの横がかなりふくよかに膨らんでいるのがわかりますでしょうか。まあ、これによってその低音が、ね、すごいこう豊かに響いたりとか、倍音が豊かに響いたりとかするんですけれども、かなり大きいサイズのギターということでございます。で、その次がトリプルOサイズと呼ばれるアコギです。ちょっと価格が全然跳ね上がってしまうんですけれども、こちらはマーティンのトリプルOC1というギターです。まあ、動画の中でたくさん紹介しているから、まあ、ご存知の方も多いかと思うんですけれども、まあ、マーティンのいわゆるトリプルサイズのアコギという感じです。まあ、単純にこのボディサイズが小さいのと、あと薄いのがということがあって、この中の空洞が小さいわけですよね。で、それによって何がもたらされるかといいますと、まあ、その辺は、後々お話をさせていただきましょう。で、まあ、このギターの場合はカッターウェイというものがついているので、さらに空洞が小さくなったりとかするんですけれども、まあ、こんなギターもありますよということです。で、最後に、これまた価格帯が一気にガクンと下がるんですけれども、モーリスの LA22NAT というギターみたいです。まあ、すごい、見てわかるかと思うんですけど、めちゃくちゃ小さいです。なんか本当にこのトラベルギターというんですかね、どこか出先に持っていくような感じの手軽さがいいなと思って最近買ったんですけれども、まあ、こんなギター3本を弾き比べてみようかなと思います。ではでは、ですね、ブラインドテストをする前にですね、ちょっと気をつけていただきたいポイント、気をつけて聴いてほしいポイントとして、弦の張力、テンション感と、あと低音の広がり方、この2つを気をつけて聴けば、まあ、間違えることはないかなと思います。間違えることはないかなと思います。大、中、小のギターをそれぞれちょっとこの、ね、適当な順番で弾いてみますので、よかったら今何のギター弾いているかなって当ててみてくださいませ。とりあえず、またブラインドしてみましょう。今からブラインドだぜ。見ちゃダメです。ここから見ちゃダメ。さあ、どのギターから行こうかなという感じです。じゃあこちらから行ってみましょう。普通にまずピックで、コードを弾いてみます。こんな音です。弾いてみます。こんな感じの音です。次のギターに行ってみましょう。じゃあ次はこちらで。普通にサイズで答えてみてください。大、中、小、それぞれどんな順番で弾いているでしょうか。2本目のギターはこんな音です。ちょっとわかりやすすぎますかね。コードで弾くと、で、単音で弾くと、
ではでは3本目のギターに行ってみましょう。コードで弾いてみると。高音で弾くと。どうでしょうか。3本弾き比べてみました。それでは画面を開けてみてください。ズバーンという感じで。正解は、大・小・中の順番で弾いておりました。大・小・中の順番で弾いておりました。ちょっとそれぞれ弾き比べてみましょうか。まず、小のギターの場合、さすがに初めてのアコギとかで、こういうミニギターサイズは買わないと思うんですけれども。まず、この、ちょっとごめんなさい、ストーブがうるさいですね。すいません。まずこの小さいサイズの場合は、このいわゆるスケールという長さ、そのナットからサドルまで、この弦を引っ張っている場所が短いので、テンションが緩い音がするんですよ。そうだな。ハイフレットの方で弾くと、本当にもうちっちゃいウクレレみたいな音がします。例えば。ウクレレっぽくないですか。ちゃんとギターっぽい音をさせようとすれば、ちゃんとギターっぽい音も出ると。これはもう単純にテンションが緩いから、なんかこうベロベロベロとした感じの音になっているということです。で、もちろん中の空洞もすごいこう小ぶりなので、低音が出ているといえば、出ているんですけれども、もちろんフルサイズのギターと比べてしまうと、やっぱりちょっと物足りないかなという感じですね。でも、このモーリスの LA22NAT というギター、すごい小ぶりなんですけれども、なんか弾いててびっくりするぐらいよく乗っているなという感じです。音色がちょっとウクレレっぽいとか、そういった癖はあるんですけれども、トラベルギターとしては全然これはありかなという感じですね。普通に弾いててめっちゃ面白いです。なんかこのフレットが狭いのですごい指広がるし。こんな音って感じです。中に行ってみましょうか。小のギター、中のギター。やっぱこっちの方がある程度空洞が大きいので、その低音の広がりみたいなのが出てくるかなという感じです。普通に6弦をこうボーンと弾くだけでも、結構音の違いがわかるかと思うんですが、どうでしょう。このマーティンのギターは普通に買うと、やっぱり20後半とかするの、20万後半とかするので、作りがね、すごいいいというのももちろんあるんですけれども、やっぱりこのトリプル O サイズならではの音かなという感じですね。普通にこれはいいギターです。普通にいいギターです。低音もそこそこ出ているんですけれども、歯切れもすごく良いですし、あと立ち上がりがいいですよね。やっぱそのボディサイズがある程度小さい方がなんかこう、ね、バーンと弾いたときにスパンと音が立ち上がりやすくなるんですよ。なので、単音とか弾くときとか。
あと、僕がよくやるようなソロギターっぽいこと。歯切れが良い音がするかなという感じです。低音はある程度犠牲になっているんですけれども、その音の立ち上がりとか歯切れの良さとか、なんかそのきらびやかさみたいなのがやっぱすごいいいギターだなという感じですね。で、さらにそれが大きくなって、この大サイズ、ドレッドノートというサイズのギターを弾いてみましょう。やっぱり空洞が大きいだけあって、すごい低音の出方が気持ちいい感じになります。6弦だけ弾くと。こんな感じの音。コードとか弾けばやっぱりすごいふくよかに。こう包み込むような倍音と低音が出るのがわかりますでしょうか。で、立ち上がりが悪いというわけではないんですけれども、やっぱりトリプルオーとかのサイズに比べるとちょっともこっとしてしまうかなと。コードとか弾く方にやっぱ向いてるって感じですよね。例えばそのローコードしか使わないとか、弾き語りとかのスタイルでローコードかき鳴らして。みたいな感じでやるときはやっぱそっちの方が気持ちいいかなという感じです。コードを弾いているだけでもね、そのバーバーバーとなんかこう包み込むようなこの豊かなサウンドが出てくれるので、すごく弾きやすいと。ただ、カットウェイとかがついていないとハイフレットを弾けなかったりとかしますし、音の立ち上がりとかを重視する単音弾きの人とか、ソロギターの人とかは、割とこの敬遠というか、ちょっとこのドレッドじゃない方がいいかななんていう方が多いかなという感じです。あと、僕が個人的に思うこととしては、このドレッドサイズのギターって、あんまり日本人の体格に合ってないと思うんですよ。単純にでかすぎるということなんですけれども。僕、結構肩幅は広くて、がたいいい方なんですけれども、それでもやっぱりなんかその肩が疲れるというか、結構抱えている感じになります。なので、女性の方とかはやっぱりもう少し小ぶりの方がいいかなと思いますし、あと、ちょっと小柄な男性の方とかも、あと、ちょっと小さめのギターの方がいいんじゃないのかなという感じですが、でも僕はもうコードばっかり弾くのが好きだから、コードしか弾かないからという方は、こういうサイズを選んでみてもいいのかなと思います。で、ちょっと中サイズに戻るようですけれども、コードも弾くし、ソロギターとかもするよという方は、やっぱりこのトリプルサイズくらいが一番ちょうどいいのかなと思います。エレキギター上がりの人とかも、このボディが薄いので、とっつきやすいかなという感じです。ハイフレットも入りやすい。子供用ギターとか、おもちゃとか、トラベルギターというのが1位なので、あまりこれをメインで使う方はいないと思うんですけれども。響きになります。どうでしょう。ちょっと見ながら、ブラインドしているときに聞いた印象と見ながら
見ながら聴いている印象はちょっと違うと思うんですけれども、どんな印象を持ちましたでしょうか。まあ、大きな種類として、サイズの大きな種類として、このミニギター、トリプルサイズ、ドレッドノートサイズという3つのギターを紹介させていただきました。まあ、合間にそのダブル O とか、なんかこうシングル O とかあったりとかするんですけれども、まあ、一般的にアコギというと、まあ、この3つのどれかかなという感じでございます。話をまとめると、ドレッドノートサイズはとにかく大きいです。で、大きい分、低音も倍音もすごいふくよかに響いて、コードをバシーンと鳴らしているだけでもすごい気持ちよくなってくれると。けど、ちょっと音の立ち上がりとかは苦手なので、フィンガーピッカーとか、そういった方、指弾きの方とかは避けがちな傾向があるという感じですね。逆に弾き語りの方とかはすごい好んで使う傾向があります。で、このトリプルサイズの場合は、ドレッドノートよりもちょっと小ぶりなだけあって、あまり低音が出ません。で、ふくよかの音が出るっちゃ出るんですけれども、やっぱドレッドノートにはかなわないです。でも、その分、音の立ち上がりとかもすごいいいですし、それぞれのきらびやかさ、弦の分離性とかもすごくいい感じです。ドレッドノートだとこう、ね、ごちゃごちゃごちゃっとしてしまうようなことでも、意外とはっきりクリアに出してくれると。で、もう一つのサイズとしては、このミニギター。まあ、さっきも言ったとおり、ちょっとおもちゃ的な位置づけなので、あまりこれについてあれこれ言うのも少し野暮なんですけれども、まあ、低音もちょっと苦手です。あと、音の立ち上がりもちょっと苦手です。けど、このテンションが緩いウクレレっぽい可愛いサウンドは、もうこっちもこっちも出せないような音なので、これはこれですごく面白いギターだなという感じです。あとは、大きな特徴としては持ち運びがすごく楽ということ。本当にすごい小さいですからね。ケースにソフトケースとかに入れて、ね、気軽に公園とか、あと友達の家とかライブとか、ちょっとした演奏に持っていくにはすごいもうぴったりなギターだなという感じです。僕も最近買ったばっかなので、これからもういろんなところに持っていって遊んでみようかなと思っているんですけれども、そんな感じです。とりあえず、まあ、今回は僕が持っているこの3種類のギターを弾き比べさせていただきました。ぜひ参考になるところがあれば嬉しいんですけれども、どうでしょうか。参考になるところがありましたでしょうか。また何かしらこの分からないこととか、アコギについて気になることとかがありましたら、どしどしコメントの方をしていただければという感じでございます。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。